創造理学コースは新しく設立されたコースで、1年次に複数の専門分野を学び、それで2年次から専攻を自分に合った専攻を選べるということで、大学の高校ではなくて大学でさらに深い学習を通してから専攻を選べると思ったので、このコースは自分に合っていると思い志望しました。やっぱり複数の分野を学べることが一番のいいところだと思うので、物理、今は物理に興味があって、物理とそれにプラスして他の分野を学んで、2年次にはその自分に合ったコースを選んでグローバル人材になっていきたいと思います。私は高校在学時に1年の時に2週間ぐらいの短い間なんですけど、ニューヨークにホームステイをして、でその英語をこれから話せるようになりたいと思って、そのこのコースに入学しました。創造理学コースは他の学科と違って2つ主に専攻ができるんで、そのいろんなことを幅広く知った上でちゃんと自分に合った学科を選びたいことです。はい、私は中学受験をした時の塾の塾講師になりたいと思ってます。その先生っていうのは教育学部だけで学ぶのが先生じゃなくって、その理学部とかの最先端のことを知って子どもたちにそれを、分かりやすく教えるのも先生としての立派な姿だと思うので、そういう先生になりたいからです。もともと僕は科学の方に入りたかったんですが、科学だけではなくこのコースでは、さまざまな分野の、学科の勉強ができる。それから、科学だけじゃなくていろんなその分野を勉強することで、将来仕事をする際も科学だけじゃなくさまざまな視野から、その普通の何て言うんですかね、科学だけじゃなくてその他の考え方というか、生物だったら生物の考え方を持ちつつ、その広い考え方ができるかなと思ってここに志望しました。とりあえず僕は科学、先ほど言ったんですけど、科学だけではなくその生物地学も積極的に取り入れて、生物か地学かに負けないような人になりたいなって、期待というか考えています。将来は化粧品会社の関係に勤めたくて、でそのためにちょっと生物の方も勉強して、その体の有害か無害なとかもうちょっとそういうのを考えられるようになりたいなと思って、もうこのコースに志望した理由でもあります。